セキュー。マリアさん、いや、今日も綺麗だね。服を買いに行きますか。違いますよ、お嬢様のシナリオにそう書いてあって。ええ、分かってますわ。くそー、なんだあの野郎。あんな可愛いメイドさんと手なんかつなぎやがって。こんな風に男の子と手をつないだのって、初めての相手はハヤテくんか。うわ、ハヤテくん、この服超可愛いですわ。ええ、きっとマリアさんに似合います。着てみてください、ハヤテくん。なぜ僕が。ハヤテに女装させて喜ぶマリアって書いてありますわ。お嬢様。ミニスカートも似合うじゃないですか。ダメですってマリアさん。で、この後はどうなるんです。まだこっちを向いちゃう。わかってますよ。お待たせしました。いかがでしょう。うわあ、すごく似合ってますよ、マリアさん。うわあ、ハヤテくん、イルカショーをやっていますわ。前の方で見ましょうよ、ハヤテくん。ありがとうございます。イルカ可愛いですね。そうですわね、ハヤテくん。はい。別にハヤテくんのことなんかなんても思ってないんですからね。あのクソ執事め、ガキの分際でデートなんかしやがって。ハヤテくん、可愛いペンギンがいますよ。さあメイドさん、今こそ俺を優しく抱きしめてくれ。かけー。うわー、かわいいペンギンが胸に飛び込んできましたよ、マリアさん。そんなペンギンなんかではしゃぐなんて、ハヤテくんも子供ですわね。あ、でも、でもまあ、僕は楽しかったですけどね。なんだか本当のデートみたいで。マリアさんはどうでした。そうですね、そうですね、私も。ようこそ、野方水族館へ。ひなぎくさんに。そっちこそ、なんでこんなところに。二人は付き合ってたりするのかな。そんなわけありませんわ。どうも。やっぱり恋人同士に見えてたんですね。恋人か。いつか私にもそんな人ができて、こんな風に一緒に。